もご視聴ありがとうございます。今日もねちょっと料理の方を、作っていきたいと思います。今日もまたですね、インゲン第2弾、この間、インゲンの佃煮を作ったんですけど、今日はですね、お酒のあてにもなる、インゲンのツナマヨを、作っていきたいと思います。それではですね、早速、作っていきたいと思います。はい、こちらのインゲン、塩をねちょっと振ってですね、ちょっとこう板ずりみたいなイメージでね、まな板の上とかでも別にせずにね、こうボウルの上でねしてもらったらいいと思います。はい、先ほど塩でしたやつをですね、一応きれいに洗います。インゲンの方はねきれいに洗いましたのでですね、今度こちらをですね、鞘の部分は切りたいと思います。で、品種改良されたインゲンなので筋を取らなくてもね、いいやつになっております。はい、これぐらいな長さでねしてください。そしたらですね、インゲンの方を処理ができましたので、インゲンこちらですね、あとツナ缶ですね、はい、あとマヨネーズ、あとこちら濃い口醤油、これのみでインゲンのツナマヨを作りたいと思います。はい、はい、そしたらお湯がね沸きましたので、お塩少々、そしてこちらの先ほどのインゲンを入れます。お塩を入れることでね、色味が飛びませんので、必ずお塩を入れてください。はい、インゲンはですね、あまり湯がきすぎるとですねダメなので、ちょっと硬いかなって思うぐらいな感じでね、湯がいてください。あと、1分ぐらい湯がこうと思います。必ずね湯がいてる際に食べて、まあこれぐらいかなっていうところでね、ちょっと硬いかなぐらいな感じで、はい、もう OK です。そうしたらですね、これをですねこちらのザルに入れて、色もね鮮やかなこの色になりますので、必ず、お塩は入れてください。使いたいと思います。この液体ごとねもう入れちゃってください。このマヨネーズ、同量のマヨネーズこれぐらいかな、あとですね濃い口醤油、これはね適量、今日は大さじ1杯ぐらい入れたいと思います。で、この油油してるのがね嫌な方は、このツナをです、水分をね取ってね入れてください。はい、こんな感じですね。インゲンをね入れていきます。で、まあ、お好みでねこのえりぐも美味しいのでね、ちょっと多めに入れようかなと思います。ちょっと当たってですね、このように、香りをですね引き立てます。このようにですね混ぜ合わせてですね、そしてこちらの当たったごまをねちょっとや入れたいと思います。もっともっとね香りを出したい場合はですね、一度このごまをですねフライパンで空炒りしてですね、それから当たってもいいと思います。あ、いい香りがね、立ち込めてまいりました。はい、あと こちらもねお好みでね、ちょっとピリ辛のこの唐辛子をですね入れます。あとはね、これ混ぜ合わすだけでね、OK になります。非常にね、簡単ですのでね、ぜひ家でもお酒のあてとかね、野菜嫌いなお子様とかでもちょっとね、試してみてください。インゲンのツナマヨ、完成いたしました。簡単にね、できますので、まあ、ぜひですね、この夏、家でもですね、作ってみてください。はい、それではですね、また次回ご視聴お楽しみに。